魔法で大きくしてもらっとるな。やばい、外だ、日本の外だ。はい、どうもアニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿しているんで、ちょっとでも興味があったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてアニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーからチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました、クラシックリアクションシリーズやっていこうと思います。今回見ていくのがノーゲームノーライフ、まあ、第2回クラシックリアクションシリーズということで見ていこうと思います。はい、まあ本当に前回はね、ノーゲームノーライフに完全に踊らされてしまった回なんですけど、こっからね、あのワービーストたちとどう戦っていくのか、勝負ですね。はい、見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。ノーゲームノーライフ、よーい、それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、うわー、あー、そうだそうだね、全人類をかけたみたいな、種族の存亡をかけたわけよな。めちゃめちゃキレられとるやん。さあ、なんかスパイになるって言ってたよな。記憶を改ざんする権利、改ざん、うん、はい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 、なるほど。謎の地震があると。まあ、空の強みって知識やその先だもんな。京都、はい。何？つまり？お？全員棒人間になった。なんか記憶の改ざんする権利っていうのが気になるね。記憶を改ざんさせてもらうぜとか、なんか、なんだろうな。なんか今すぐに必要ではないけど、未来的に必要になる伏線っていうような感じがする。いやー、なるほど。どうするんだろう。まあでも本当に空たちの強さってさ、空白の強さってやっぱり膨大な知識量とか記憶っていうのももちろんあるんだけど、やっぱりその先だからね、思考のこの流れだったり、この頭の回転の速さだったりっていう、結局、計略の作り方がうまいっていうのに、やっぱり、そこがね、強みだからね。まあ、見えないっていうのはわかるのかなっていう感じだよな。さあ、まあ、チートだらけの、何、改造ゲームをする可能性がある。っていうか、このさ、あれもないよね。いなかったよね。あの子まだ出てきてないな。金髪の狐っ子みたいな。いい曲や。最近暑くなってきたよね。ただ僕、夏でも多分このパーカーが衣装なんで、あの、パーカーを着ていくと思うんですけど。はい。頑張ります。自己紹介。何？他己紹介じゃないの？自己紹介。なんだ。私の名前は何とかかんとか。え？まあまあ、お互いのことを知らなきゃいけない。わお。逆らうなって目だな。はい、よろしくお願いします。好きな食べ物とかは？そっか、記憶を覗いたんだもんな。だいぶちっちゃいんだ。だいぶちっちゃいんだ。そうね、この子ね。エルフ。そうか、ちょっと上だよね、エルフって多分。ああ、
ガチの戦闘民族。しようがありません。うん。ははそうだったの？すげえ仲悪いな、種族同士の。それだけで。それだけで。ジャッジ。おう、死刑！ガキデカだっけ、これ。そうね。ああ、許さないんだ。うん。協力しようぜ。はい！舐めさせていただきます。大変やな。すごいね。えバツ。靴を舐めなさいと。もう食べます、靴を。僕は靴を食べさせていただきます。さすがに見るに耐えないらしいな。屈辱。あれ、エルフのが下？フリューゲルより。興奮してしまっている。まあね。何？まあな、ゲームの上ではな。そんなこともないぜ。幼馴染？主人？はい。ほいほいほい。そういうことだったんだ。へえ。うん。へえ。優しくしてくれたんだ。いい子やね。うん。奴隷制度が嫌いなんだ。奇跡。はいはいはい。おー。そうなんだ。結構やばいね。そっちかよ。そうね。今までの慣習ぶっ壊そうとしてるってことだもんね。そんなね、上院議員が。恐ろしい。恐ろしい子やね。ああ。そうなんだ。泣き虫やもんな。ビー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 。まあ、エルフにとっては子供だよね。何歳だ？フィーは。お前も父親みたいになっとるが。うん。お！ああ、じゃあ。あの巫女か。あれか、真ん中の子か。結界。血？うん。
そうね。トランプしようぜ、トランプ。何？何？え？風呂は、そういうことか。風呂に入れるまで計画をしてたのか。え？風呂だな。付き合い。ただ、すごいすごい。すっごい興奮してる。そうだな。ははは、めんどくさ。カッツ。テルマエロマエの話？ 長すぎてわかんねえ。みんなでかいもんな。クラミーちゃんいいな。そして自立するシャンプー。私にはない。落ち込んでる。あ、これあクラミーか。魔法で大きくしてもらっとるな。貫通してますけど。てか、取ってね？確かに。あ、しぼんでしまって。でも、不便だ。不便な魔法だ。却下。巫女か。ゲームで勝ち続けてきた。かつて絆。さあ、なんだろう？どうするつもりだ？知識を読み漁ってるな。もう、どうするかっていうことか。ああ、そうなんだ。かわいい。ギリギリだけど。そうね。だからこそ白の領分なんだ。俺、ただ白なら。ああ、そこら辺の機械的なことは白だな。まあ、ある種、似たような関係性ではあったっていうことよな。
翼？ははこれは空の記憶。照れてる。なんかすげえ仲良くなっとるやん。そうね。空白に全てを託してるわけだ。さあ、民衆大反対。民衆大革命が起きてしまう。これはどうなっていくのやら。なんで武器を持っているんだ？この世界では反乱はないはずだぞ。よし、全員飛行。道が空いているではないか。行け。フリューゲルを見たら怖くてしょうがないだろうな。なんで？これも一つの戦略ってこと？さあ、クラミーたちはどう暗躍していくのか。クラミーのこのクールぶってるくせに、それが崩れるの可愛くて好きです。さあ、ジジイ。お、ジジイ。心が読めると嘘をついていたジジイ。どんなチートゲームをやらせるつもりだ。体調 OK。なるほど。これは普通の反応だよな。白しか要求してないか。お？おお、便利ー。何するの？嫌な予感しかしない。もうでも一回殺されてるからもう我慢しよう。もう一回殺されたらもう怖いものなんかないだろう。ステフ。さあ、入ってきた。VR？ レースゲームか？なんだ？戦場の絆的な、え？やらされるの？はい。すべて。1対4でいいんだ。はいはいはい。え？マジ？人権と領土をかけるってえげつないな 領土のために人権捨てにかかるんだろうな。はいはいはい。アッシェンテ。なんだ？おお、巫女様。これ勝って、本命で巫女様が出てくる可能性はあるな。何怯えてる？
おー、ストラテジー系なのかな、この。よーし、行こうぜ。なんかいいね。締めが本格的なテレビゲームっていうのはいいな。おー。全神経をジャックしてどっかに。What?魔法。お!クラミゼル。はいはいはい。どうするんだ?なるほどなるほど。外側からいじれないってことね。さあ。落としにかかってる。そうねー、でも。怖。さあ。まあ、第三勢力の干渉を続けることであからさまの不正を防ぐ。なんで?ああ、なるほど。そうね。確かに。そういうことか。不安になる分しっかり見るってことだもんな。そこを捕まえる?うわぁ!アニメイト。アニメイトじゃねえ。あれ、なんだ?ゲーマーズ?おいおい。アキバズトリップか?なんだ? アキバだ!やばい、外だ。日本の外だ。失神仕掛けてる。やばいやばいやばい。日本の外はダメだ。お外怖い。シロがビビってる。先が思いやられるわ。いやー、マジかよ。いやー、やっぱり何事も今意味があるなー。この人のやってることは。イズナって沢城みゆきさんなの?めちゃくちゃあれやん。めちゃくちゃ可愛い声出すやん。おー、こっから勝負スタートだ。どんなゲームなんだろう。あれかな?龍が如く的なゲームだったりするのかな?それか、お金を稼ぐゲームだったりして。あー、でも本当に全てが計略のうちっていう感じがするね。これはね。まあまあ、ちょっと次を見ないとっていう感じですね。いや、いいな。まあ、クラミーとフィーネの役割はやっぱりその、エルフ側とのパイプっていうことよね。言ってしまうと。エルフと繋がってるクラミーがいることによって、まあエルフにも情報が流れかねないよっていうことを、あえてこう、牽制として分かりやすく見せているわけよな。ただ、それだけじゃなさそうだよな。なんか、クラミーの役割って。まあ、あからさまと、想定外のと想定内のいたず、チートがあるから、想定外のチートを捕まえて、それを突きつけるっていうのが、まあ、今回の、メインのポイントなのかなって思うな。まあ、確かに初見のゲームでも空白なら、まあ、かなりいいとこまで戦えるだろうからね。おー、まあ、どうなっていくのやらっていう感じですね。キリングジャイアント。おー、お、ジジイもやっとんか。はい。というわけで。はい。というわけで見終わったわけなんですけど。いやー、なるほどなるほどなるほど。え、っていうか、東京なんだ。東京という概念があるのか?これはどういうことだろう?まあまあまあ、でもそこら辺はいいのかなとは思うけど。まあ、ある種どっかから記憶を読み取って、こう、東京という街をこう、再現したか、もともとこう、転生している人間がいて、ワービーストに組してるか。まあ、いろいろあるけれども、まあ、そこら辺はなんか邪推してもしょうがないのかなっていうような感じがするね。すごい近いけど、うん、
まあでもなんかそこは読み取りたいような気はするな。巫女さんだけ脳内をこう巫女さんだけそういう特別な力があって、その協力を得てゲームを作ってるとか、気になるポイントは山積みやねとは思いますけど。はあ、東武連合なあ、どうやって来るんだろう、どういう攻め方をしてくるんだろう。まあでも次回予告を見る限りはそんななんかちょっと金稼ぐぜみたいなそういう系じゃなくて、しっかりバトルする、なんか戦争だったり戦闘だったりするゲームなのかなっていうふうに思いますね。だからある種なんか陣取りじゃないけど、こう拠点があって、ワービーストには多分別にこう拠点があって、ここは今空白たちの拠点なんだよっていうふうになってたりとかするのかな。あ、でもまあこれはちょっと続きを見ないとわからないな。いやーマジで、いやーいいなー、どうなっていくのかなマジこれ攻略法。まあゲームの内容がわかんないとどうやってクリアしていくのかちょっと読めないよね。まあだからこそ次を見ていこうかなというふうに思うんですけど、いやいいね、僕クラミーすげー好きだな、めちゃくちゃ可愛いな。やっぱりああいうクール系だけどさ、中身ちょっとお子ちゃまみたいなのは結構ギャップ萌えがあるよね。いやでもまあどうなっていくのかっていう感じですね。これめちゃくちゃ何度も何度も同じことばっかり言ってんだけどさ、そうですね、うん、まあフィーネたち、フィーネだっけ、フィールか、フィールたちの役割とか、まあ周りの役割とどんなチートを使ってくるのかっていうのは、まあ本当にそこは気になるポイントではあるけど、まあ本当に対人系なら多分やっぱりステータスはいじってくるだろうなっていうような感じはしますね。ただ数値っていう目に見えるポイントでチートを使ってくるかと言われたら、怪しいところでもあるけど、あ、難しいよね。でもよくできてるよね。やっぱり僕、空白たちとやるんだったらもうコイントスしかねえなって思ってんだけど、コイントスだったり、サイコロ適当にバーって投げて、何が出るかみたいな、チンチロみたいな。ああいうのでしかないかなと思うんだけど、まあ、チンチロはなんか音でなんか才能目とか予想されるからあれだけど、もう本当にコイントスして、こう、目をつぶったままコイントスして表か裏かをこう当てるみたいな、そういうなんかゲームしかないのかなっていうふうに思うんだけど。ただ、やっぱりこの世界観のうまいところは、やっぱりイマニティが最下位だから、そんなことするまでもないよね。わざわざ 50%50% で 50% の負け筋を引くよりかは、もう 10% ぐらい、もうなんなら 10%、なんならもう 100% の方を引く。うん。1%、99.9% 勝てる勝負に持ち込んで、そっちで戦う方がいいよねっていう風な思考になるわけよね。イマニティと戦うときは。うん。だから、すごいなんかうまくできてるなっていう風に思う。うん。空白が負けそうなゲームっていうものが、今一つ存在しないし押し付けられないのは、やっぱり空白のこのイマニティの立ち位置がすごい低いからなんだろうね。まあ楽しみですね。まあこっからまた続きを見ていこうかなというふうに思うんですけど、はい、見ていこうと思いますので、はい、そんな感じで今回はこんな感じで終わると思います。なんかコメントあればください。クラミーとかステフジブリールとかフィールってみんな可愛い、あー愛してるぜみたいな、そういうのをお待ちしております。はい、というわけでまあ次回、11話ですね、見ていこうと思います。はい、というわけでこんな感じで以上、財前でした。バイバイ。